どうも吉本芸人の秀丸とねえずみ先生です。福の一人と一匹でお送りしている占い番組です。さて本日はですね、あなたの仕事これからどうなるのっていうことをテーマにして占っていきます。左から1、2、3番で好きな数字や絵柄直感でお選びください。一つに絞りきれない方2つ、3つと見ていただいて気になったメッセージを受け取りください。タイムシフトは概要欄に貼っております。 で、私はですね、企画を立ち上げておりましてですね、個人鑑定をプレゼントするというキャンペーンを今行っております。チャンネル登録者数が2000名に達成するまで100名増えるごとに個人鑑定をプレゼントし続けるキャンペーンでございます。詳しくはコメント欄、概要欄に詳細か書いておりますのでね、しっかり読んでみてください。でね、100名増えるごとに増えた後に、すぐではないんですが、増えた後に 個人鑑定のプレゼントの応募を受け付けますよっていう専用の動画を必ずアップするんで、サムネイルに明らかにね、募集開始とか書いてるやつをアップするんで、その動画でのみ、その動画のコメント欄のみ受付してるんで、他のショート動画、他のロングリーディングの動画に、コメント欄にね、個人鑑定お願いします、 って言われても応募一切受け付けてないし、個別の対応しておりませんのでね、あなたやり方間違ってますよとか、一切そういうのやってないんで、しっかり読んで、もう誰が見てもわかりやすいように、もうしっかりね、書いてあるんで文章にして、応募の方法のやり方とか、はい。本当毎回やっぱり、あの、誤解されてるのか、間違っちゃって応募されてる方いらっしゃるんで、そこだけ本当 ご注意くださいもうこれほんと2,000名いくまでしか一旦やらないんでね期間限定でプレゼントやってるんで本当この機会逃さないようにしてみてくださいでは左の1番ですね「ホー・オブ・エアー」というカードを選ばれた方のリーディーリングやっていきましょうやっぱりね個人鑑定を受け付けるようになってねプレゼントのやつね皆さんのお悩み読んでると仕事僕のチャンネルは 仕事の悩みを抱えてる方多いのかもしれないなぁっていうふうに感じましたね。うん。そんなふうに感じたんで、仕事テーマやってみました。恋愛系もね、やろうかな思ってるんですけど、恋愛系があんま伸びないので、僕のチャンネル。TikTok の方でね、恋愛系のやつやろうかなーって、ロングリーディング、10分以内のね、リーディングでやろうかなーとか思ってるんで、またね、TikTok もよかったら。 見てください。でね、最後に今日は、ルノルマンカードを使って、この3つの数字、あなたの仕事が好転していくタイミングとかをね、見ていきたいと思います。紫のカードで最後にアドバイスを出していきます。右手のカードで仕事どうなるのか、左手のカードで現状を出していきます。全部聖地に直していくよって言って久々びました。運命の輪が来ました。運命の輪が来ました。 久々ですね。めったに見ない。カムトゥギャザーのプレイスライ l a c 運命のは来ちゃったかいいカードも、このカード一番好きかな、僕。みんな好きかもしんないよね。運命のチャンスが訪れるなんてね。みんな好きやろうって思うんですけど。さあ、一番の方なんですけれども、まあ、あなたの仕事どうなんか、もう今チャンスの真っただ中って感じがしますけどね。 このカード出てる。でもなんかチャンスのまっただな、フーブアっていうこう選択肢で選んだ左上のホームウェアってカードが全然なんか良さそうに見えないんですよね。うん。で、右下のノープレイスライク方もなんか暗いトーンやし、総合的に見ると、うん、どっち ?2 パターンぐらいかな。 えっとね、思ったのが、こんなチャンスが来たら嬉しいのになんでこうへんのかなって状況の方かね、一番選んでる方がそういう方か、もしくは、チャンスってものが来ようとしてる。うん、または来てるんだけれども、気づいていない方。それなんでかっていうと、自分の理想が高いから、その高い理想に合ったチャンスが来てないので、 チャンスと見出していないだけでその理想ってものを省いたらいやそれどう見てもチャンスやんってことが来てるんだけど気づいてないかのどっちかですね。チャンスをチャンスと気づいてない方が一番を選んでるのかそもそもチャンスなんで私に早くこうへんのやろこんな私いいもん持ってんのにっていうふうにチャンスなんで気づいてないってい人と 実際に本当にチャンス来てないわーって、いう状況を味わってる方、どっちかかなって思いました。一番選んでる人って。うん。そのネックになってることはやっぱりね、理想が高いっていうことを言われてますね。なんかこうじゃなきゃいけない。私は幸せになるには、私が体験したいことはこれやから、これ以外はよしとしないみたいな。これ以外はグッドニュースと見なさないでみたいな。そのなんか思い込み、こだわりみたいなものが、 なんかネックになってる人なんちゃうかなーっていうに思いましたね。うん、ホームエアこれソードの4番って意味と同じなんですけど何やろうなこれ。なんかすごく納得してないですよね、うん。納得しないから動かないもんみたいに見えるんですっごく。は、うん、ー なんかでもカム・トゥ・ギャザー一緒に何の意味があんねやろこれ一つだけわからんなこれ何やろこれ現状うんああでもねあなたが欲しいやっぱり流れとか欲しい出会いとかっていうものの理想が高い気がしますね現実離れしてるというかうん それと現そのねだから現実離れしちゃってる理想とか期待とか欲しいもの望みと現実やってきてる出来事がアンバランスやからなんか納得いってないって感じがするんですよねあなたがうんだからなんかあんまり行動的にもなられへんしうん って感じがするんで、一度ね、その、なんかこだわりみたいなものを手放していった方がうまくいく感じがしますけどね。うん。あなたにやってくることって必然でやってきてるんで、あなたを幸せにしよう、好転させようと思ってやってきてることね。だからね、仕事で今回見てるから、全然やりたくない仕事やったりとか、そこまで好きじゃないけど、なんかできちゃってることとか、 なんかそういうことの仕事を今やってるんだけれども、ほんまは好きな仕事が別にあって、そっちでうまくいきたいんだけどな、みたいな。例えばライスワークとライフワークってあるわけじゃないですか。なんかライフワークをもちろんうまく活かしたいから今やってるのに、なんでライスワークはなんか好調やねみたいなね。これね、芸人あるあるなんですけど、芸人ってやっぱり売れない時はね、バイトしなきゃいけないんですよね。 もちろんもう僕なんかまさにそうなんですけどバイトっていうしたくないことをしてライスワークですよねお金明日の飯食べるためにバイトするでも芸人の仕事はないもう芸人の仕事だけしたいのにっていうなんかそれに似てる感じがしますね一番の方ライフワークを充実させたいのになんでライスワークばっかりやねみたいな 芸人も多いんですよね。そこでなんか、ね、なんか、お笑いの仕事全然ないのに、バイト先ですごい求められて活躍しちゃって仕事めきめきできちゃってみたいなってね、うん。どっちが本職やねんってなってくるんですよね。うん。あるあるですよね。だからやっぱりそこが、ああ、これ難しい案なんですよね。でもそれがね、いや、私でもそれやりたくないからってきっぱりやめることによって、 なんかライフワークの方ね、ライフワークの方がうまくいくってこともあるんで,、うん、で、まずね、だからなんかね、思い込みを外すっていうことが大事な感じしますけどね、一番の方、うん。今起きてる出来事っていうことは、なんか好転するきっかけになりそうなんですよね。そのやってる仕事、関わってる人たちに、 が悪いんじゃなくて、その人たち、その仕事に対するあなたの捉え方になんかちょっと問題があるかもしれないですね。そこが気づけて変えていけたら、なんかでもっと出会いたい人に出会ったりとか、やりたい仕事につけるような流れに入っていくって感じがするんです。だから今あなたが取り組んでいる関わっている人たち、物事、仕事に対する捉え方を変えることによって大切なことに気づいていく。今あなたが足らないものに足らない足りないことに対しての 学びみたいなことがあってそこに気づけていくことがこう事態を好転させていく一番のねチケットになる部分かなっていうふうにキーになることって言った方がいいんかな,なんかあるっていう感じがしましたねなんか運命の輪だけ見てめっちゃええやんと思ったけど全体見るとそんな感じになりましたけどいかがだったでしょうか気になる仕事どうなるか見ていきましょうペンタクルの5番フォローザリーダーブレッセドって読むんかなこれはお祝い事とかね祝うとかって意味があったと思いますうん ちょっとルノルマン邪魔なんで外しとしてピューピュー外しといてなるほどおこっちにね運命の輪出てたらすっげえ分かりやすいリーディングで終わったんですけどお祝い事で運命の輪やんってなったんですけどうん、うん、やっぱりねなんか大切なことに気づかさせられるために今ちょっと苦しい思いしてたりとか自分の 思ってるのとは違う体験望んでるものと違うものを体験する苦しさっていうのを味わってるのはやっぱり必然で意味があって、うん、そこでねなんか気づかなあかんことがあるみたいですね大切な何かこう精神性が高まるカードが出てきてるんで、うん、これ物質的なこと以外のことで大切なことに気づいていくっていうことが ここれから起こりそうです、ね、だから今の状況をまだ味わっていくっていうのが続きそうなんだけどちょっとそれだけじゃないんですよね。お祝い事っていうカードがあったりとかフォロー・ザ・リーダーってちょっと景色変わってるようなカード見えてるんで多分ねあなたが今こう今の状況納得いってない仕事をやってたりする中ですぐ気づけるはずあなただったら大切なことに。ですぐ気づいてすぐ好転していくって感じがしますけど。 このなんかずっと長い時間かけて学んでいく、気づいていくってことじゃなくてもっともっとね、早いスピードで気づいていって、好転していくんだと思いますよ、これ。うん、出てるカードから見たら。うん。だからね、なんかちょっとした、なんやろうな、これ。すぐ気づけるって言うてるけどな。うん。 例えば、嫌、よく言うんがね、嫌な仕事をすることによって好きなことがわかるっていう逆説的な好きな仕事の見つけ方ともあったりするわけじゃないですか。なんかそういうことかもしれないですね。私この仕事嫌いや、なんで嫌いや、あ、ここが嫌いね、あ、じゃあ私こういうことが好きなんやってことに気づいた瞬間にやるべきことがはっきりして行動したらすぐに良い結果手に入れちゃったって、へえ、みたいなね。 まあ簡単に言うたら転職活動新しいやりたい仕事が見つかって転職活動もスムーズにいって無事やりたい仕事に転職成功しましたちゃんちゃんみたいななんかそんな感じちゃいますうん一番の方ってこれから仕事どうなるって、うん、でフォロー・ザ・リーダーなんかあなたがリーダーになるってことかもしれんしまあ、フォローってばついてきてねって意味ですよね ロロミーホロミーーっててていいうの私につきねんだからリーダーについていくっていうことかもしれへんしあなたがリーダーとなってみんなをね率いていくっていうことかもしれないし、うん、リーダーっていう存在が次ね次のあなたが活躍する仕事場でのキーになってくる存在がリーダーってことあなたがなるかもしれないし誰かリーダーにねあのすごく頼りになる自分が信頼のおけるリーダーと出会っていって一緒に仕事していくのかもしれへんし うん、なんせ良い仲間、良いリーダーとかね、そういった人間、良い人間関係に恵まれてるって感じがしますよ。次にやる仕事って。うん。で、みんなで一丸となって目標に向かって進んでいけるような、なんかとても明るくてあったかくてね、あなたにぴったり合ってるって感じがするんで、だから早い段階でそこが決まっていくはずです。あなたが気づいたら。うん、気づかずになんかモヤモヤしたま,まんまで、 周りの人とか環境とかのせいにしているようでは絶対に気づけないんで、はい、そこ気づけたら簡単にちょっと行くと思うんですけどアドバイスいきましょうふューうューですよウィッシュカード来ましたねあなたの願い事はもう聞き入れられましたっていう願い事叶いましたって意味のカードなんですけど いや、叶ってたら今現実起きてるやろかいっていう声が聞こえてきそうなんで解説しますが、願い事っていう注文が聞き入れられたんで今調理の段階に入ってますよみたいなことなんですよね。このカードは。ラーメン屋根、ラーメン注文して今、ラーメンのオーダーが通ってラーメンを調理してくれてる最中、もう少し時間が経ったらラーメンがあなたのテーブルに運ばれてくるよっていう段階にいるよっていう意味の願い事叶いました。注文は通りましたっていう風に捉えた方がいいと思いますね。だから、 あなたがもうやりたい仕事につけるっていうことはもうね、オーダー通っちゃってるんで、注文がもう受付されてるんで、あとは、あなたが何を食べたいか決めるって感じやな。だからちょっと矛盾するけど話戻しません、ね。だからね。えっとね、今あなたお金持ってて、例え話ですよ。お金持ってて、目の前に 飲食店がずらーっと並んでるんですよ。で、どこも空いてるんですよ。うん。営業中なんですよ。うん。入れるんですよ。うん。で、何食べたいですかってことなんですよ。うん。食べたい店に入ってくださいよってことなんですよね。うん。で、例えば2000円持ってたとしましょうよ、所持金が。でも、コース料理、高級割烹料理屋のコースとか、 高級イタリアンとか、高級フレンチとか、懐石料理とかね。そんなん絶対金足らないじゃないですか。うん、今の状況がそれってか、2000円しかないのになんでそんな高級なもの食べようとしてるの無理やんって、物理的に今無理やんっていうことを考えちゃってて、2000円で食べれる店ってどれかなあ、ラーメン屋と、カレー屋と、とかなってくるわけじゃないですか。うん。そん中で、私、 カレー,やーって気づくんですよ <laughs> 気づいたらあとは店入って注文するだけでしょ、うん、じゃあもうあなたのお腹満たされますよカレーでって <laughs> そんなことを言われてますねきっと一番の方、うん、こうやって極端なこと言ったら分かりやすいと思うんですけどもう結局そういうことなんですよねいちいちね複雑に考えるんですよ人間ってうん 自分の欲望とか合理性とか失敗はしてはいけないとか無駄なことはとかなんかそういうなんかね変なことを考えるんで僕らってうんシンプルなことなんですよ今正直にそれだけでしょじゃあ目の前にこのこの店この店この店あるしじゃあ一番食べたいのは何なんって、うん、決めたらいいだけやんっていうそれだけのことなんですよね それはなんかね、あの、辞めてはいけない、辞めれない、お金がなんたら、人間関係、今やってる仕事、いえいえ、もう、辞めたかったら辞めたらいいんですよ、仕事なんて別に。代わりに何もでもおるんで。うん。で、やりたかったらやったらいいんですよね。それだけのことなんですよ。やってみたらわかるんですよね。あ、本当は嫌いやったとか、本当は好きやったわとか。で、好きやったけど嫌いになったわとかね。うん。嫌いやったけど好きになったわとか、いろいろあるんで。 頭で考えて分からんことやっぱ考えちゃうんですね我々ってね、うん。そんなことを言ってきてるっていう感じがすごくしました。では仕事で好転するタイミングを3つの数字ルノルマンカードに聞いてみたいと思いますしまたね何かその仕事に関してメッセージが来るインスピレーションが湧くっていうそういった視点でもね3つの数字を見ていただければというふうに思いますが何が出るでしょうか 紳士28番、紳士、ちょっとペロンってすんな、痛いやる。すいません、当たりました、カードはねずみ先生。すいません。紳士のカード、28。ちょいちょい出るな、このカード。よく出るな、6番。雲のカード。違うカードがあんま出ないのこんなシャッフルして。これでどうや。おー、なんかもう前も出たな。9番。花束。6、9、28の、 この3つの数字がつくタイミングでメッセージがやってきたりとか仕事が好転しだすっていうきっかけになる出来事が起こったりとかねこの3つの数字で起こりそうですはい9月かもしれんしねまさにね28月がつくタイミングかもしれんしね6ヶ月後かもしれないしはいなんとなくで捉えましょう6週間後かもしれへんしねはいでもなんか紳士のカードが意味深いんですねあなたにこの必要なメッセージとか 出来事、きっかけを与えてくれる目上の男性が現れるかもしんないですね。うん、で「花束」っていうねすごくいいカードも来てるんで「うん、で願いを叶う」とか「運命の跡」とかねもうめちゃめちゃいいカード1番の方お祝い事とかねいいカードばっか出てるんでなんかちょっとしたことに気づくちょっとこのなんかボタンの掛け違いに気づいただけで。 ガラッとね、こう、今の目の前の状況が変わって、好転していく方が一番って感じしますよ。うん。なので、あの、深く考えずに、はい、シンプルに自分の心に従って、動いていけば、はい、簡単に状況が変化していけるっていう、好転していける方が一番って感じがしました。はい、では以上です、一番の方。ちょっとでも参考になったら、高評価ボタン。 僕に個人鑑定お願いしたいなって方はね、チャンネル登録をしてお待ちください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てね。また見てね服だよ前見服くんだよなんつってて。水を飲めインいただきます。だいぶ涼しくなったんですけどね。やっぱ喉が乾きますね。あ、一人やとね、まあ、全ね。 全ユーチューバー占いやってる人全員そうなんですけど、ずーっと喋らないダメですからね。ちょっと休みたいな思うんですけどね、喋っててね。ふーって一息つきたいな思うんですけども。頭フル回転でね、やるんで。結構だからね、これ楽しそうに喋ってるように聞こえてるかもしれないですけども、やり終わったらもう、しんどーってなってますね、ほんと。なんかどっと疲れると眠気が来るんですけど、なんかね。 フル回転で頭なんかねお笑いと全然違う脳を使うんでなんかほんとしゃべりにくいんですよ僕からしたらいつも思うんですけどむちゃくちゃしゃべりにくくて俺ってこんな普段噛んでたっけっていうぐらい噛みますしねもともと滑舌あんま良くないんですけど特に悪くなる感じしますね占いやってるとなんか知らんけどほんとスムーズにいけるはずやろな,なとかねいろいろ思うんですけど自分ではい そんなこぼれ話どうでもえいえいねえことなんですいません。次いきます。2番のこちら、セブン・オブ・アースというね、カード選ばれた方のリーディングに入っていきましょう。今回もね、ルノルマンカードを使いたいなと思いました。あなたがね、仕事、好転していく日とかね、なんか良いメッセージが入ってくるなんて日を、このルノルマンカードにね、最後3つの数字っていう形でね、メッセージ伝えていきます。 紫カードで最後にアドバイスを出して、右手のカードで仕事がどうなっていくのか、左手のカードで現状を出していきます。全部聖地言い直して出していきます。おっと、大アルカナの死神珍しい、聖なる池、ヤーンというカード出ました。はい。いろんなカードが出ますね。ほんとね。なんか一番っていうヤーンの始まりを表すカードみたいなのと、終わり死ぬ。 終わりのカードです。死神のカード。対照的なんでてんなーということなんですけど、現状、今のあなた、どんな感じなんか。うん。もうほんま、終わり始まりちゃいます。なんか一つのことをもう終わり迎えようとしてる感じですよね。第一章が終わって第二章始まるというかね、今取り組んでること終わり迎えるんちゃいますかね。卒業するとか、うん。移動するとか。 やめることになるとか転職することになるとか引っ越すとかなんかそういうね一回終わって次新しいとこ行くみたいな流れに今入ってる方がやっぱ2番選ばれてるって感じがするんですねで終わらずとも終わらずとも続けながら並行して続けながら副業として新しいこと始めるとかなんか趣味を始めるとかかもしれへんしそれがね後で実,実,実益を兼ねていくなんてこともあるんでだから何か新しいことを始めていくってことがポイントで 完璧にね、はい、終わりって終わるような出来事起こらないかもしんないです。起こるかもしんないし、うん。なんせ終わりの方にかなり近づいていってるっていうことは言われていますね。今やってることが。うん、で、次に新しいことはもう始まろうとしている。または始まっている感じがします、うん。これは一個が終わるから始まるというよりもさっき言った通り、終わりに向かっていきながら、ゆっくりなんかもう一個のこと始めていってみたいな。 こうやってなんかゆっくりフェードアウト、フェードインしていくみたいなことを体験してる方が、わあ、めっちゃ言うた、ごめんなさい、足当たった方が多いかなと思います。すいませんね。もう部屋一畳っていう狭い部屋で撮影して、いんなわけないやろ、一畳ってすいません。まず、なん狭いんで、ごめんなさい,、はい。足当たっちゃった。で、あなたが、 今進んでる方向は間違ってないそ。終わりは終わりでいいし、始まりは始まりでいいから、もう正しい方向に導かれて、間違ってない方向進んでるからそのまま、そのまま進んでいってねってカードも出てます。はい。で、ワンドの7番か。うん。こうやることが多いんだけど、結局、全部こなせるし、あなたが優勢に、勝利に導かれるみたいなカードも出てるんで、今やることがね、すごく多い感じがするんですね、あなたが。 うん。やらなあかんことが多いというか、両方、通うなんせ取り組まなあかんことが多い、うん。って感じがするんですけど、なんとか回ってるはず、今。うん。そうやって出てるんで。うん。だから、それ心配いらないというか、なんて言うんやろな、これ。結局、それをね、なんとかこなせてるのにも意味があって、それをこなし続けることがなんで OK かっていうと、その先、なんかね、 だからなんかこの新しいことが始まることとか終わりを迎えることもそうやし全部にねプラスに働くことがそこに含まれてるから全部プラスっていうことはないんだけどそれはないんだけどね大体プラスに働くことが多いから回るんですよ回らない時は回らないんですよねどこれ今より少なかろうがちょっと多かろうがあのなんか回らない時は病気になったりとかね事故にあったりとかなんかトラブルになってできなくなったりするんで 今やること多いのに回ってるってことは合ってるってことなんですよ。で、それが後に生きてくるってことなんですよ。必ず役に立っていくんですよ。だから、そのままやること多いし、やるべきことも多いし、しんどいなと思うこともあるけど、まあ、無理せずね、休み休みでいいんで、そのままやっていってください。必ず後に。うん。なんかいい出会いに恵まれたりね。なんかいい仕事の中で、なんかティン・カーベルみたいなこれ、ね、妖精みたいな。あ、やんね、妖精ばっかり描かれてるここね。これ。 これ、妖精。なんかね、良いメッセージ、出来事、出会いみたいなのに、その先で出会うみたいなんで、うん、それで、ね、きっかけになって、なんか新しいこと始まるとかね、なんか新しいことが軌道に乗っていくとか、終わりがね、加速していくとか、なぜ入れ替わりの時期は入れ替えの時期って感じしますよ。古いものと新しいことが。うん、そうそう。 うん、よりね、だからよりあなたらしく、よりあなたが楽に、より好きなこと、得意なこと、才能、能力を生かしたことに入れ替わっていくって感じがしました。今、というか入れ替わってるんですよ、そうあなた今、うん。だから仕事変えたいなと思っている人がいたりとか、なんか新しいこと始めたいなと思っている人がいたりとか、もう辞めたいなと思ってたりとか、ね、なんか今の職場に違和感を感じるとか、人間関係に違和感感じだしたらなとかね。なんかそういうの出てきてるはずです。 うん、でそれは間違いじゃなくて誤作動センサーの誤作動じゃないんでそれにとっととねとっとと従って動いた方がいいです、はい、変にあの頭でひねりひねって変に考えるともう迷子になるんでほんまに迷路入るんで素直にあ違和感感じてるってことはもうあそろそろ卒業に向かった方がええんかみたいなね、うん、ほんと単純に考えた方がいいですよ、うん、なんかそんな感じがしました はいとりあえず行きましょう次仕事どうなるか全部センチ直しましたあもう行きますねあなたあやっぱりカップの8番とスローステディとトゥービーヘア <laughs> もう完璧行きますね完璧行っちゃいますねうんもう次のこと行きます次に行きますあなた、うん、新しい仕事始めるしもっと今の自分これからの自分にぴったりなことをやっていくことになりますはい 今やってる仕事やめる人結構出てくる感じしますよ、うん。もう選択肢迫られたりとかしてるんで、でもね、これゆっくり変化していくっていうのがやっぱ気になる。ぱっぱとね、速攻で切り替わっていからゆっくり切り替わっていくんで、やっぱりね、さっき最初にお伝えした通り、ゆっくりね、終わる方向にフェードアウトしていって、新しいものがゆっくりフェードインしてくるっていう感じがします。はいそうやって 入れ替わっていいく感じがしします新しい仕事と古い,仕事今古いというか今やってる終わりに終わらせした方がいいなというか終わるべく仕事、うん、卒業する仕事と新しく始まっていく仕事がゆっくり入れ替わっていくってことが起こりそうです。はいうん、だからより楽になるし、うん、活躍の幅も広がるし まあ、こんなんにレベルとか本当はないんだけど、わかりやすく言うとレベルがアップする。質が上がるって感じがします。本当はないんですよ。本質を解いていけばないってことに気づくんですけど、まあ、あるって言ったら分わかりやすいんで、はい。人にレベルとかないんですよ、本当はね。あるって言った方がね、すごく方便としてわかりやすいんで言うんですけど、はい。レベルアップしていくでしょう。はい、アドバイスいきましょう。チルドレン。うん。 だから本当これシンプルなアドバイスですね。だからさっき言った通り頭で常識で合理性で世間体とか、うん、最初に言いましたよね。辞めたいのに辞めれないと一緒にインタビューしたことがあって、インタビューほどではないけど、大体言うのが、いや辞めないでって言われたから辞めれないんです今人足らないで、人足らないから辞めないでって言われたから私辞めれないんですよって言う人いるけど、何それってなって。いや辞めたらいいんだよって別に。 そうやって言うよそれはそうやって言うよやめられたら一旦困るかもしれないけどでもすぐにね代わりの人なんか見つかるし、うん、一旦たんほんまに困るかもしれへんけどなんとかなるんだよってそれが会社責任を持って分かって経営してはるから大丈夫なんだよって、うん、だそうやって言い訳になってないんですよねやめる人のねただ自分がそれを言い訳にして辞めたくないってことなんですよ、本当は、うん、それでも辞めないってことは。 何かのせいにして辞めないっていうのは本当は自分辞めたくないっていうことなんですよね。まだ。うん。辞めようかなって、なんか、もう少ししたら辞めようかなってことぐらいなんですよね。そうそうそう。本当はそうなんですよ。辞めたかったら何があろう辞めますからね。飛ぶ人もいますからね。無断で辞める人なんて山ほどいますから、別に。うん、じゃあその度に会社潰れてんのって言ったら潰れてないですもんね。うん。だからこのアドバイスメッセージを言ってきていることは、あなたの本心に従って、 決断、選択、行動していきなさいよって、それだけでうまくいくよって、ほんとシンプルなメッセージです。はい。それだけでうまくいきます。だもうちょっとね、この人たちのためにいてあげた方がいいかなとか考えなくていいんで、もう自分中心に考えてください。自分がどうしたいかです。そんなにね、自己犠牲まで払って、なんか相手のためにってされても、本当に嬉しいんでしょうかって話になってくるんでね、会社やその人たちが。うん そう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 でねルノルマンカードでちょっと好転するタイミングとか行動のきっかけになるメッセージが入ってくるようなタイミングを聞きましょう3枚出しますお一1番騎手ですねジョッキー騎手のカード出ました 久々見たたななななーい2番四つ葉のロってきたよ奇跡的やこれすごいななんか早い段階でやっぱ進んでいくとんかゆっくり言うとうのに早いなどっちやろ見てください、ね、ちょっと読みときますねまああんまりルノルマンカードの絵柄は拾わないんだけどこう複雑になっちゃうからね捉え方が25枚指輪両方いいのんばっか出たやんこの数字がつくタイミングでメッセージやってきたり出来事起こったりします 1>, 1ヶ月後かもしれないし、2日後かもしれないし、25日っていうね、数字がつくタイミングかもしれないし、アバウトに、アバウトというかライトに捉えましょう、数字は。えっとね、さっき言った通りの、だから、古い仕事はゆっくりフェードアウト、新しい仕事はゆっくりフェードインって感じでは、そこは統一してると思うんですけど、知らせが入ってくるとか、今から、 動き出すきっかけになるようなことはとても速いスピードでやってくるって感じがします。はい、とっととあなたにねあの気づいて動いてほしいんでしょうね、うん。おテントさんってものがいるならば。うんうん、かなり速く入ってきそうですよ。メッセージとか出来事が。うん、速いスピードで。だからどん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 あさっさと行動してねみたいな <laughs> あなたのお尻を叩くようなね感じで。 いろいろメッセージとか出来事起こってきそうって感じがしますししかもそれが全部いい話って感じがしますね契約が結ばれるとか幸せな,なんかメッセージがやってくるみたいなのばっかり来てるんでうんとっととだからいいとこ行っちゃいましょうよって感じですねうんしかもここでやんでも一番で一番なんかねやっぱ始まることに対してすごくもう促されてますね二番の方ね うん、早く展開していきそうだけどね、うん。入れ替わるのは時間がかかるらしいです。ちょっとゆっくりいくらしいんですけど、これやっぱり入ってくる情報とか、起こる出来事はこれから早くね、うん、これを見てから早い段階で起こります。それがなんかあなたに行動を促すようなね、こっち行け、こっち行けっていうメッセージは早く入ってきますね。おそらく。 指輪って契約ごと表すとやっぱアイテムなんでなんかヘッドハンティングかもしれんしもっと好条件のね仕事が見つかるとかあなたの能力をもっと評価してくれる人との場所に移動するかもしれんし同じ会社の中でもねそうやって引き抜かれることがあったりねリーダー的なのにこう任命されたりとかもあるかもしれないしなんせいろいろ変わっていきそうですねうんそうそうそう でね、なんでこう、本心に従って動きなさいってアドバイス来たかっていうと、ちょっとこういうの忘れてたけど、こう選ばされる選択肢に迫られる瞬間が来るんですって。あなたどうしますかっていう。その時に、常識とか合理性じゃなくて、あなたがどうしたいかで決めてくださいって言われてます。そっちに幸せのフクロウさんはついていくからって言われてるんで、そう。だから、 逆にね、あの、まあ、失敗はないんだけれども、本当の意味はね、ないんだけど、あの、とっととね、とっととあなたの望む展開欲しいんだったら、もうその合理性捨てて、子供心で、あこっち、なんかこっちが好きやから、良さそうやからっていうふうに、なんか選択肢で迷った時はそうやって選んでみてください。はい、そしたらいい方向に行きます。 ですね。これが2番の方へのメッセージでございました。非常にシンプルだったがい、いかがでしたでしょうかはい。なのでね、これからあなたが、ゆっくりね、終わりに向かって、一つのことが進んでいく中で、新しいことも並行してこう、どんどん広がっていく、そんな仕事の展開がやってきそうです。ぜひ自分の子供心というかね、本心に従って、 決断選択行動をなさってみてみはいかかがでしょうかちょっとでもね、参考になったよているという方は高評価ボタン、そして僕に個人鑑定をお願いしたいななんて方はチャンネル登録してお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てね。また見てねふくちゃんだよ、ぱっちゃん、バイちーバイビーフ,フ,フ水を飲みひでまるありがとうございます。<laughs> 声の切り替わりが。<laughs> いいたた。だきまましたありがとうございます、ね先生ね。気が利くわネズミ先生は本当にね気配りができる方ですわ本当に僕のね水分のことまでこう心配してくださるっていうほんと何たるこの人格者かこれ <laughs> ミュータント・タートルズのあの先生ネズミ先生よりもね 立っ飛ぶべき存在かもしれませんが、何の話やねっていうことですけど、本当に。あの、ネズミのキャラクターなんて名前やったっかなミュータント・タートルズの。いつも忘れちゃうわ、本当に。ミュータント・タートルズ、もうアメコミ僕大好きなんですけど。うん、皆さんはアメコミで好きなやつとかありますか、はい、何の話やねんっていうことですけど、すいません、本当に。はい。 では3番のこちら10オブ・ウォーターを選ばれた方のリーディングいきましょう右手のカードで仕事がどうなっていくのか左手のカードで現状を出していって紫カードでアドバイスを出すんですが本日こちらのルロルマンカードでですね仕事が好転していくタイミングとかでメッセージが入ってくるタイミングも3つ数字だしね 読み解いていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。ひねまるでございます。ひでまるでございます。オープン全部聖地に直しました。ワンドのナラマンとソリティュードとコミュニティですね。まあ、孤独っていう意味のソリティュードとコミュニティ、まあ組織ですよね。うん、さあ、なんだろうか。現状。 なんかね、満たされてるカードと、孤独のカードが出てて、孤独のカードの横に仲むずまちいい麒が、ね、親子らしいキリンがこう出てて、コミュニティ、組織ってめっちゃ対照的やんと思って。どういう意味って今なってます、頭の中で <laughs>。でもね、このワンドの7番とかね、テンボーターも全部1ですもんね。 孤独っちゃ孤独なんで。まあこれ下に敵はいるんですけれども。うん、多分ね、3番の方って今、なんか人と関わってる時間よりも、自分と向き合ってる時間の方が長い方が多いんかなっていうふうに思います。うん、それはだからね、あの自分を磨いていってる時なんで、 おそらくこの後になんか飛躍につながるようなことが起こりそうなんですね。うん、だから今ね一人になってこう自分と向き合う自分のまあなんか技を磨くというか人格を磨くというかなんかそういう時間の方が多い人なんかななんて思うんですけれども。 なんか仕事場であなたが今任されてることが多かったりとか、やらないといけないことがなんか多いというか、業務方というか、なんか私にばっかなんか仕事頼んでくるやんみたいな、で私の方が仕事多ないみたいな、あの人の方が仕事量少な,ないみたいなことの、えー、状況に陥ってる方もいらっしゃるんですかね、うん。結局ね、そこの不平等さってね、どこ行ってもあるんで、 やっぱその人の能力とかによって、任される仕事量ってちゃいますからね。まあ、そこをなんか平等にできるシステムなんかほぼないでしょうね。工場とかでも、やっぱ出てくると思うんで、うん、そこはあれば、ちょっと話戻しましてすいません。えっとね、だから任されてる仕事が多い方がね、 2番を2番じゃねえは3番をねこう選ばれてるんかなーっていうふうに思ったんだでもねあなたそれ、ね、でもできちゃうんですよねもうごめんなさいできちゃうんですみたいな、はい、結局能力高かったりするんでできちゃってるんですよね、うん、できなかったらまだね文句も言えますけどできないからちょっと減らしてくださいよって言えるんですけどできちゃってるんで <laughs> なんでやねんみたいなね答え <laughs> やと思うんですけどうん なんかね、三番の方ね、メッセージが多い。<laughs> 小分けに多い、なんか。だから、ね、すげえまとめて伝えにくいんだけど、だから今の職場で大人数じゃないんですけど、ほんと少人数。一人二人、ちゃんと心を許せる人がいたりしてるんちゃいますかね。三番の方って、うん。多くはないけどって言われてます。なんか なんか一人の上司に可愛がられてるとか、気の合う同僚がおんのか、なんか可愛がってる後輩がおんのか、わかんないけど、なんか大勢といえればなんかね、こう、小さなこの関係性でうまくいってる人間関係ある感じがしますけどね、うん。なんやろ、なんか個人プレイが多い職場なんかな、今。 チームでなんかやるというよりも結局はチームなんだけれども任されてる仕事自体は個人でなんか処理していくことが多い人なのかなうんうんまたはあなたがリーダー的というかなんか自分で経営してるとか個人事業主の方もいらっしゃるかもしれないですねうんあそういうパターンもあるよねありますよね うん、テン・オブ・ウォーターがちょっと読み取れないのな。何が言いたいのこれカップの10番っていうすごくいいカードなんで、全く違うニュアンスで描かれてるんで、このグッド・タロットのやつね。現状。でもなんか今のあなたって、なんだかんだ言って、現状に満足してるんかなと思いますけどね。うん 満足って100%じゃないかもしんないけど、うん、うん、なんつったやろ、満足って言うたら100%意味するんかな、なんて言うたやろ。僕が言いたいことは、ある程度納得してるってことかな、ある程度納得してるけど、もっといいことないかなって思ってるというか、うん。 なんかそんな感じがするんですけどちょっとさっき進めません、ね、んか読み取りにくいんですっけえっとこれからどうなっていくのか仕事がまたあ,あるかが来たなジャッジメントディープフリーズタイムトゥ2ー,ー。ほうううんわかりにくいねサンマの方今日ちょっとごめんなさいわかりにくいな俺読み取っててえっとねこれからどうなっていくのか ね、過去に諦めたこととか、うまくいってなかったこととかが好転しだすっていうのが強く出てますね。うん。そっちでうまくいきそうですね。うん。なんやろこれなんて言っんうてん例えば、あなたが昔、なんやろな、えっとね、 何でもいいんだけどまあ例えば音楽やってたとしましょうよ、うん、ミュージシャンやってたとしてで全然うまくいかずにまあ半ば諦めてる状態で他の仕事、まあ、正社員とかやってたとしましょう何でもいいんだけど仕事やっててひょんなことからまあそれが例えば何この歌うまい人募集オーディションとか 音楽に関わる仕事かもしれへんけどなんとなくねそういう情報が入ってきてそれを受けてみたらえ昔と別にやっとうこと変わってないのになんで今採用されるうまくいくみたいな。であれよあれよという間に結局昔の理想通りとはいかないまでも結局音楽に携わる仕事に就けちゃったみたいなことが起こりそうというか。 なんかね、ポイントは、さっき言ったみたいに、昔は例えばね、ミュージシャンとして歌手って成功しようと思ってたけど、結局今はミュージシャンじゃない、その歌手じゃないけれども、音楽に携わる仕事に就くっていうことで、まあ、夢が叶った、再復活できたみたいな感じに見えるんですよ。だからね、昔の希望通りじゃないっていうのがポイントって感じがしますね。ただ 結局あなたが満足いくような結果を手にしてるんですよね。うん。それが芸人なのか芸能なのかかもしれへんし、普通の一般、えー、企業の仕事なんかもしれへんけど、なんか分からへんけど、過去にあなたがうまくいかなかったこと、ね、諦めてること、諦めかけてることね、が、結局今になってやり方とかも別に変えてないんだけど、こう時代が変わったりね、自分の年齢とかね、 こうんそれでなんかうまくいきだすっていうことが起こるそのズレがさっき言ったみたいに歌手から音楽関係ってまあちょっと遠いかもしれないけど同じ音楽ってことに関してもでももっと近い人もいるかもしれないですよだから、うんうん、ギタリストかもしれへんしなんか分からへんけれどもなんせでもイコールじゃないって感じがするんですよね、うん うん、そうそう。その歌詞をプロデュースするかもしれんし、なんか分からへんないけど、何しか何しかあなたの昔ダメだった、結果ダメだったことが、今回はうまくいくっていう、なんかそういう新しい導きみたいなものが来そうなんですよ、仕事で。うんそれご自身の仕事とかに当てはめてくださいね、今の話は。うん であなたは復活していく、うん。で、あなたが今なんかねある程度そこそこ満足しててまあある程度納得している仕事かもしんないけどよりねそのなんか足らないものが埋まっていくようななんか新しい出来事をきそうですね、うん、過去にダメだったことは再燃していく再復活していくか、うん、再びこうチャンスがやってきて良い結果を出していってそっちに行くみたいな 状況になりそうアドバイスいきましょうか。あ、本当ほどこのカートもなんでようでんねやろ、これ。シャッフルしてんのに、めちゃめちゃシャッフルしてんのになんかこう、意味深の本当の気持ちにね、手を伸ばしてくださいっていカードですよ。素直になってくださいっていう、うん。で、あなたがやりたいことは、だからこのね、リーディング上の話で言うと、そこそこ楽しい今の仕事か、もっとね、自分の好きとか得意とか、 ややりたたたかかっっって気持ちちを満たすことなんかどっちやねんどねもうそれはもう答え出てるでしょみたいなね自分の気持ちが本当にこれだって思うことに進んでいけばいいんだよって言われてますねうんだからそんなチャンスがやってくるなんてめったにないことでしょうから、まあ、チャンス降ってくるみたいなんですねどうやらあなたの元にねどういう形かまで分かんないですよそこまで見てないんで ただチャンス振ってきてますからね、これ。このカード、うん。こっちね、全体見てて思いますね、すごい。とりあえず、ルルルマンカードに聞いてみましょうか。そのチャンス来るタイミング。メッセージが来るタイミング。まずこれ。おお、ネズミか。久々見たら23番ネズミ。21番山。ほ えー、おこう対照的やな。ちょっとネガティブ系の後に太陽来ましたね。31番太陽ここの3つの数字がつくタイミングでメッセージやってきそうですね。チャンスがやってくるとか。21日号かもしれへんし、31がつくタイミングかもしれへんし、23時に来たメールがとかかもわからへんし、うん。なんとなくライトにね、捉えましょう。 あんま絵柄を拾ったら複雑になっちゃうんだけれどもうーんとね太陽のメッセージが良さそうかなでもうんやろうでも数字だけ見たらいいかなうんうんなんか再び輝くって感じがすごくしますけどねうん あなたに太陽の光が当たるって感じがするんで、うん。よさげですね。なんか、うん。何やろうね。ずーっと太陽の光浴びたい思って生きてたのに、ずーっと月を、月光、月の光、月の明かりだけしか浴びれなくて、もうずーっとこれ、 夜明けって来ななないいのかなみたいなね、まあ、夜は夜で楽しいか思ってたらいきなりこう太陽が昇り始めてねうわーってやっとお日さんの光浴びれたみたいななんかそんな瞬間くるんちゃいますかね仕事においてうんネズミ先生の前にネズミ置いてるって言うてごめんなさいね話関係ないのに。 めっちゃネズミ上、ネズミ先生みたいなおるで、みたいな、なんかこれ。めっちゃ見てるけど、ネズミ先生のこと、みたいな。はい、いや、なんかね、良さそう。うん。結構ね、多分ね、早い段階で来そうですよ、この方。突然のこの変化のチャンスが。うん。だってこういう数字ばっかりでしょう。 21とか、こういう、だから、1とか2とか3とかじゃないじゃないですか、1か月後とか、7か月後とかじゃなくて、この3つの数字がつくタイミングなんか、毎月来ますからね。31はね、もちろんあれやけど、月によってちゃうけど、ほぼほぼ来るんで、この3つの数字ね、31日後かもしれんしね、他の読み方したら。早いペースで来そうな感じがします、次のチャンスが。 あなたの諦めてたことに対してチャンスという名のスポットライトが何かね当たりそうな気がしますよ。うん、ちょっとねもうここで終わりなんだけど3番の方だけちょっと追加で引いてみようかな。もうちょっとねどんな 仕事のどういう、その、諦め出たことがね、対してのチャンス来るって言ってるけど、どんなことに対してかをもうちょっと聞いてみましょうか。あー、プロテクティング・トレジャー来ましたね。あなたの眠ってる才能ですね、やっぱり。生かしきれてない才能。 だからその時生かせてないんですよ。過去にうまくいかなかったのは生かしきれなかったんですよね、自分の才能。全部出しきれてなかったからなんですよ。で今いろんな経験を積んだあなたは、もう出し方分かってるんで出せるんですよね。うん、だから、そこにスポットライトが当たっていくんですよ。うん、で、いろんな経験を経てきたから、うん、より深みがあるというかね。 いやーなんか面白い展開起こるんちゃいますか3番の方うん自分のね眠ってる才能を呼び起こすというかそんな展開でもって仕事で躍進していくんちゃうチ,チャンス掴かむって感じするんだけどねすごくうんでもなんかね何て言うだん その話が来た時にまるまる100%満足いって美味しい話っていうことでもなくてちょっと不安材料があったりとか迷う今のまんまの方がええかなって悩むようなことも含まれてるって感じがするんですけどだからこのアドバイスね「本当の気持ちに従って」って出てると思うんですよ。うん、だから本当の気持ちあなたが本当にどうしたいかっていうのを基準に決めてねって言われてるんで。 そうしてみてみください、うん今度はだから生かすもっと生かしきれるというか自分のこと、うん、そんな感じがしますねほんと止まってた時が動き出すような、うん、そんな瞬間が訪れるのではないでしょうか はい。以上が3番の方へのメッセージでございました。ちょっとでも参考になったら高評価ボタン、そして僕に個人鑑定をお願いしたいなって方はね、チャンネル登録でしてお待ちください。さあ、いかがだったでしょうか。こんな感じで撮影してみましたが、どうでしょうかね。いや、ほんと毎回、えー、いろいろ考えながら、こう悩みながら僕もね、こう撮影してるんですが、ちょっとでも皆さんのね、 役に立てていたら幸いですし、まあいろんなテーマをね、考えてやっていけたらなと思ってますし、まあ僕もね、自分のペースでやっていきますので皆さんもね、ご自身のペースでそこ崩さないようにね、ご自身の人生をどんどん豊かなものにね、していかれますように、微力ながら私が動画とかね、メッセージって形でね、 応援させていただきますので、ぜひね、ご活用ください。はい。そのためにね、撮影しておりますので、はい。私も頑張っていきます。はい。で、何かね、私も今やってることに対して、なんか良い結果が出たらね、ぜひ皆さんにね、ご報告させていただこうと思ってますし、皆さんもね、なんかいい結果出たよーとかね、聞かせていただいたら、すごく私も嬉しいんでね。そうやって、う会ったこともない人がほとんどですけど、ね、 なんかこう、この時代のなんか、妙と言いますかね、ね文明の力と言いますか、会ったことない人たちとね、こう交流が持てるという不思議な時代でございます。それを活かして、お互いがなんかいい風にね、相互作用していけたらいいんちゃうかな、なんて思いますね。相乗効果というかね、えー、お互いに幸せになっていけたらな、なんて思っております。はい。では、そんなことで、 また次回の動画でお会いしましょう。また見てください。また見てねー。服をあげるよハッピーになれるようなっちゃいないようなチャレンジ売ってますけどね。もやワどうもありがとうございました。また見てね。バイビーューチュー。